都市ごとに服装する日本の交通事情。しかも相も変わらぬ交通地獄が連日のように痛ましい惨事をもたらしているのです。分けても最近の頻発は目を覆うばかり。一日平均全国で40人が死亡。しかも許せないのは己の過失の責任を逃亡によって免れようとする悪質なひき逃げという犯罪です。今年高校を出たばかりの渡辺君は、ひき逃げ犯人も捕まらないまま東京の住処を後に故郷の福島へ無言の帰宅。あまりにも悲運な発行の生涯とはいえ、そこには憎むべき人命軽視の風潮さえ見ることができるのです。それというのも、由来我が国には交通犯罪を取り締まる厳しい罰則の規定がなく、いわば野放しの状態でした。現行犯の違反者でさえ、ただ運が悪かったと嘘吹く程度、法を犯したという罪悪感など微塵もないということです。それを裏書きするように、一日1500人の違反者が殺到する東京墨田の裁判所だが、今の刑罰では最も重い禁錮刑でさえ執行猶予になるという寛大さです。しかもささやかな罰金で罪滅ぼしができるという制度自体が交通モラルの徹底を妨げているとも言えるようです。その上、遺族への損害賠償を決める査定事務所も、最高を出して50万、あとは当事者の力関係に待つと言われます。だが、裁判で争う視力さえない被害者は、結局、引かれ損の悲劇から救われることがないのです。東京豊島の加子井京子さんは、こうした泣き寝入りの果てについに服毒自殺。交通事故で死んだ夫の後を追い、孤栄焦然と37歳にして自ら生涯を閉じていったのです。このような悲劇を背景に、交通安全都市の宣言をした愛知県一宮市。市長自ら陣頭を指揮して、毎月27日を交通安全デーと定めたのです。つまり、自分たちの手で生命と安全を守ろうという町ぐるみの自衛手段。いわば、非力な政治へのレジスタンスでもあるのです。ところが、そうした市民の情熱に引き換え、政府にあるのは各省次官クラスからなる交通対策協議会のみ。しかも高度成長を唱えながら路面対策は皆無に等しいありさま。こうした行政のアンバランスが刑事政策の立ち遅れと並んで、走る狂気の横行を許し、新たな社会不安を投じているのです。